なんでだ。だってパレカナは茜さんが信じてた教団じゃねえのかよ。それがなんで茜さんを捕まえようとすんだ。先々週くらいに防犯カメラで撮られたもんだ。パレカナの養護施設で。そうみたいね。ここ茜さんのいた施設だよ。見ろカズカ、俺が大道寺一派に持たされていたのはその写真の一部だ。本当だ。おい、この茜さんの連れてる子は。その子こそがブライスの本当のお目当てだ。え？名前はラニー。このハワイでまさに神に等しい力を振るうブライスの地位を揺るがしうるたった一つの弱点だ。だからブライスは何としてもその子を探し出し始末する気だ。始末するだ。こんな小さい子を。ラニって言ったな。こんな小さい子をなんでブライスが狙ってんだ。まして始末するだ。待て。まずはブライスがハワイの裏社会を牛耳ってるって話からだ。説明してもらおうか。私も詳しくは知らんのだ。私がハワイで幅を利かせ始めた頃からすでにブライスはパレカナの代表でハワイ裏社会を支配していた。それっていつの話だよ。もう30年前にもなる。だからブライスの支配は少なく見積もっても30年は続いていることになる。やつは当時からあの見た目だった。30年前で。なら今あいつは何歳なんだよ。軽く90は超えてそうだな。話が本当なら、とんだ怪物だ。当時の私は、アメリカ本土への進出という野望があった。その手始めに、ここハワイで地盤作りを始めたのだ。ことは順調に進んだ。既存の中華系コミュニティを駆逐し、私はハワイにおける、新たな中華系マフィアの王となった。それが頑丈の始まりか。そういうことだ。そろそろ本格的に本土進出を始めようかという頃、私のもとに一人の訪問者が現れた。オーナーの使い。そいつはそう名乗った。オーナー、ブライスのことか。ああ。だが当時の私はそのことを知らなかった。単身オーナーとやらの傘下に下るよう要請しに現れたその傲慢な男を当然突っ返したが、それが間違いだった。は？その後一週間も経たずに私のもとに小包みが届いた。ごく小ぶりの段ボール箱だ。発送元は私のふるさとからだった。段ボールには人間の頭部が入っていた。ふるさとに残した私の母だ。私の出生なんてそう簡単に突き止められる情報ではない。だが奴はあっさりやってのけて私に端的に示してみせたのだ。自分に逆らうとどういうことになるかをな。
それ以降お前はブライスに屈したということか。ああ。だが当然報復の機会を伺っていた。当然だ。肉親を殺されて黙っているほど私は根性なしではない。だから私の側近は徹底的に厳選した。どこからブライスに情報が漏れるかわからんからな。だがさっきの黒服か、お前のあんな身近にブライスのスパイは潜り込んでいた。そういうことだ。そしてパレカナの存在がここに深く関係してくる。ブライスのスパイはパレカナで養成されているのだ。洗脳か。ああ、ブライスはパレカナの代表であることを利用して一部の信者に教団ではなく自分自身を信奉するよう仕向けているんだ。そうして育てられた忠実な信者は奴の指令に忠実に命すら捨てて従う駒になる。それはお前たちもさっき見たはずだ。ブライスにとってパレカナの代表っていうのは単なる世を忍ぶ仮の姿ではないということだ。ブライスがただものじゃねえってことは分かった。さっきの質問に戻るぞ。なんでブライスはこのラニって子を狙ってんだ。それも分からん。今の話で分かったろう。私もドワイトのやつもブライスの命じるままだ。だがブライスから直接命令が下ることなんて滅多にない。それが今回起こった。ラニという少女を連れて行方をくらませているアカネという女性、その二人の身柄を確保しろとな。我々に知らされたのはそれだけだ。理由もクソもない。ブライスがそう命じたのだから私たちは従わざるを得ないのだ。はあ？ドワイトのやつそんなこと一言も言ってなかったぞ。謎の依頼主から1000万ドルの仕事が来たとしか。オーナーの存在を明かすわけにはいかないからな。やつの必死の嘘にお前らはまんまと騙されたんだろう。あの野郎意外と役者じゃねえか。それでめったにねえブライスからの命令だから、やつにとってアカネさんとラニって子がやたら重要な存在だってことがわかるわけだ。だからあんたはラニがブライスの弱点だって考えたんだな。ああ、それさえ確保すればブライスとの立場を逆転しうると狙っていたんだが、考えが甘かった。マフィアのボスだのカジノの支配人だろ、ご大層な肩書きの大人がわけもわからず子供一人を追いかけ回してますってか。きっとアカネさんはこのラニって子が狙われてることに気づいたんだ。だから一緒に逃げ出した。ああ、そう考えるのが自然だな。10歳かそこらってとこか、この子は。ああ、そんな女の子が寄ってたがって食い物にされよって時にその手を取ったのは茜さんだけだった。桐生さん、この子には助けがいる。今はどこを向いても真っ暗だと震えてるかもしれない。その先にちゃんと光はあるって誰かが教えてやらねえと。ええ、俺も 100% 同感ですよ、桐生さん。私の息子もバレカナにさらわれてる。
このままにはしない。あ、みんなちょっと静かに。誰だあいつら。私の部下ではなさそうだが。おい、ウォン父さんよ。ここにいるのは分かってんだ。足を怪我してるって。痛えだろ。もう出てきちゃえよ。楽になるぜ。病だ。私を嗅ぎつけてきたか。あいつもパレカナの手下なのか。いや、病はハワイのこと何も分かっちゃいない。オーナーにとって小物すぎるしな。相手にしてもらえない。じゃあ何しにここへ。病にしてみりゃ頑丈のナイフだ。うちを潰す絶好のチャンス。そう考えたんだろう。お前らもいるんだろ。春日に桐生さんよ。本当を差し出したらお前らはあんま痛くねえように殺してやるよ。勝手言いやがる。出てこないっすね、親父。連中もう逃げおおせてるんじゃ。怪我のあいつをかばって逃げてんだ。そんな早く逃げれるわけねえだろうな。まだその辺の影に隠れてる。でも親父、こう暗いとこれ以上探しようが。暗いから探せねえ。そんなちまいライト使ってるからだよ。お預かりします。なんか静かになってない？諦めてくれた？いや、あの病がそんな簡単に。確かに。あ？まさか。どうだ？これで明るくなったろ。暖も取れて一石二鳥。くそ、寒い。でたらめしやがる。ここにいたら丸焦げだ。逃げるぞ。キルさん。急げ、火の手が早い。よかった、ここなら一息。ほら、いたじゃないか。やるしかなさそうだな。こいつら倒せたとしてもここからどうやって。心配すんな、ちいちゃん。大丈夫だ。トミー、早いとこ頼むぜ。さあ本気出さないと、いよいよ死ぬぜ、キリュウカズマ。この状況で出し惜しみなんてするんじゃねえぞ。しびるんじゃねえぞ。かかってきやがる。なんか上から落ちてきたよ。木が燃え落ちたみたいだな。うまく使えるかもしれねえ。熱い。火に囲まれちゃったみたいね。はあ、近づこうもんなら無事じゃ済まなそうだ。俺の番だ。おれおれ。ふん、あ、おら。
やんのか。決めに行くよ。うっしゃ。踊ってくださる？喜んで。手加減はなしだ。いけるか。おうよ。この拳受けてみやがれ。ぶちかまっ。全力でいくよ。一緒にやる？はっ！任せといて。やっちまうか。せい。調子出てきたぞ。熱っ。やんのかい。熱っ。全力でいくよ。やっ。せいや。ぶちかます。ガツンと行くぜ。行くぜ。アタックだよ。手加減はなしだ。兄さん、足りねえんだ。こんなもんじゃよ。任せといて。どうした？へばってんじゃねえよ。はあ？敵なしだな。よし、上昇コツつかめたんじゃねえか。また成長しちゃった。まだつ悪くない気分だぜ。あーくそ、寒いな。大丈夫っすか、キリュウさん。だがこのままじゃ全員焼け死ぬぞ。なら、ウォントーはここに置いてかない？私たちだけならなんとか逃げられるかも。バカな！頼む！助けてくれ！そうしてのは山々なんだけどよ。頼みの綱と言ったら。来た！避けろみんな！早く乗れ！よし、警戒してくれ！乗れ！たぐって場合じゃねえぞ。運転はお前がやる。ちとせ。はい。島の竜がなんてざまだ。キリュウさん、キリュウさん、来るな。行け。俺らがみんなここでやられたら、アカネさんたちを誰が守る。ちとせ、車出せ。ダメだ、待て。俺は大丈夫だ。行け。キリュウさん、キリュウさん。
温刀にも春日にも逃げられて残ったのは死にかけの化石だけか。昔あんたは俺の憧れだったのにな。残念だ。キリュウさんのスマホ電源を切られてるんです。 GPS で位置を突き止められないように。そういうことです。とりあえず落ち着きませんか、春日さん。ああ悪い。状況から察するにキリュウさんは捕らえられたと見るべきでしょう。もし殺されたのならわざわざ GPS の対策はしない。いや、キリュウさんを殺して死体ごと海に捨てたってのは、その場合もスマホの電源は切れるぜ。的確な指摘ですね。空気を読んでいないことを除けばですが。だってよ、決めつけは良くねえと思ってたな。トミーはちょっと静かにしてて。キリュウさんがやられるわけがねえさ。けど今はあの人にも助けがいる。大至急だな。ええ、今は茜さんとラニさんの捜索よりも緊急性が高いと言わざるを得ません。意外、てっきり逆のことを言うかと思った。キリュウなんて駒に過ぎないのだから放っておいて任務遂行を急げと。彼が大道寺一派の駒であることは事実です。ですが彼は替えの利かない駒です。任務遂行のためにこそ桐生さんの救出を優先すべきです。病の縄張りに乗り込むってことなら一応場所はわかる。俺もそこに出入りしてた。なら話は早いな。桐生さんを返してもらいに行く。お前はそう言うだろうけどよ、俺らは命からがら逃げてきたとこなんだぜ。しかも桐生さんが抜けた穴は埋まってねえ。俺らだけじゃ。花尾さん、あんたの腕っぷしを当てにしていいのか。階段を上るだけで息が切れますが、お役に立てそうですか。他を当たるよ。よくそれで桐生さんに命令できてたね。なあ、いいや。なるほど。
ああ、もしもし、春日。よ、俺だ、俺。足立さんか。アローハーってか。今どこにいると思う。いや、せっかく電話くれたのに悪いんだけど、取り込み中でね。それどころじゃねえんだよ。ああ、やっぱりな。なんかそんな気がしてたんだ。お前今どこにいるんだ、春日。力になるぜ。すぐ迎えに来い。俺ら空港を出るとこだ。空港ってハワイの？おうよ、俺もいるぜ。一番頼れる親友、難波さんだ。なんだよ、どうなってんだ。俺らも仕事なくて暇してたろ。だから初海外で困ってるであろうお前を助けに来てやったってわけだ。ありがてえ。早速二人の助けがいるんだ。大急ぎでな。そう来なくっちゃな。空港にいるんだったな。じゃあビーチの入り口あたりで落ち合えるか。せっかくハワイに来たとこ悪いんだけど、相手はまた日本のヤクザだ。そいつらから桐生さんを救い出す。なんだそりゃ。二人のおかげで光が見えてきた。じゃあ後でな。援軍の到着だ。これで桐生さんを助けに行ける。そんなにすげえ奴らなのか。私たちより。俺の仲間はみんな最高だよ。とにかく動こう。話は後だ。足立さん、待たせたな。本当に来てくれたんだな。なんかすげえ久々に会った気がするぜ、うん、おいおい、そんなに時間経ってねえぞ。どんだけいろいろあったんだ。そちらのお二人さんは。お、ああ、紹介するよ。
ちいちゃんにトミーだ。どうも。ハワイのギャングとやり合ってるうちに仲間になったよ。どうも。なるほど、君らがハワイの新パーティーってわけか。しかしギャングだなんだってお前、なんでおふくろさんに会いに来ただけでそんなことになるのかね。話すと長くなるんだけど。どっから話す？俺の生い立ちから行くか。なあ、それはちょいと長くなりそうだからまた今度な。あ、そう。キリュウさんが敵に捕まっちまっててよ。何？ちょっと状況を説明させてくれ。ああ、ごめんなさいね、着いて早々に。なあに、こいつに振り回されるのには慣れてるんだなあ。もうさっきも言ったけど、俺たちは暇だからよ。春日の頼みだ、いくらでも振り回してもらって構わねえぜ。なあ、俺の仲間は最高だろ。本当ね。よろしく。一番には振り回されたらしいさ。気合い入れてこぜ。おいよ。おう、了解。よっしゃ。なるほどな。で、その病ってヤクザが仕切ってんのがナイトスクエアって一体なわけか。キリュウさんが捕まったとして、どのみち居場所は病から聞き出すしかね。なんてこった。一瞬も観光してる暇がなかったな。キリュウさんを助け出したらゆっくり案内するよ。行こうぜ、病の根城に正面突破だ。大した作戦だ。だが嫌いじゃねえってんだろ。そういうこった。よっしゃ、なら桐生さんが心配だ。もたもたしてんなよ一番、置いてくぞ。ああ、行こう。頼りにしてるぜみんな。ハワイなんて金持ちが遊びに行く場所だと思ってたな。確かにな。今は普通に家族旅行とかで行く感じだけど。ハワイが憧れの地みたいなのはもうおっさんの発想なのかもな。そんだけどこにでも手軽に行ける時代になったってことだ。つっても俺はあんなきっかけがなけりゃ来ることもなかったかも。まあ理由はどうあれハワイにいるのは事実だ。満喫するぞ。そうだ、土産屋でペナントを買おうぜ。それこそおっさんの発想だろ。だいたい売ってんのかよ。うん、わからん。なかったらご当地提灯でもいい。勝手に探してくれや、おっさん。よっしゃ。おかしいな。どうした、ダチさん。いや、スマホの地図だとこの辺に行きたかった店があるはずなんだが、全然見当たらねえな。潰れたんじゃねえの？そんなはずはねえ。ちゃんと調べたからな。今日も元気に営業中のはずだ。じゃあスマホのマップがおかしいのかもな。んだよ、進化してもこういうとこはまだまだ改良の余地はあるんだな。さっきから気になってたんだな、足立さん、スマホ逆に持ってね。え？改良の余地なのはあんたのうっかりの方だろ。
This will be easy. Damn you! かかってきやがれ！全力でかまって！まだやろってんのか。行くぜ。これは俺の気持ちだ。受け取ってくれ。いいの。お前の気持ち伝わったぜ。調子いいね。What do you want? やんのかこの野郎。全力でかまって。敵なしだな。おう、What do you want? What do you want? What are you staring? What are you staring at? I wonder why I'm not getting out. 気分が乗ってきたぜ。Hold your...あのくらいの犬を見ると警察犬と捜査したことを思い出すぜ。警察犬か、かっこいいな。相棒として手なずけてたのか。いや、相棒っていうよりもお犬様って感じだったな。能力を発揮してもらうためにめちゃくちゃ気を使ったぜ。まあそのおかげで犬の扱いはちょっとうまいんだけどな。マジか、ちょっと驚きだな。イメージと違うだろ。大変なんだよ警察犬の捜査って。いや、足立さんが気を使って働いてたことに驚いてる。どういう意味だこの野郎。仲良し。シェーブアイスうまそうだな。後で食おうっと。かき氷といや縁日とかでいつもブルーハワイ食って。たせいかハワイは青みたいなイメージを勝手に持ってたんだよ。ああ、俺もブルーハワイがハワイ代表だと思ってたわ。だろう。まあガキの短絡的な発想でしかなかったんだが、いざ実際にハワイに来てみてこの海や空を見たらよ、あながち間違ってなかったなって思うぜ。綺麗な青だ。そうかもな。今になって答え合わせってわけだ。そんなハワイを楽しむためにもいろんなとこ行って遊ぼうぜ。で金使いすぎて真っ青にならねえようにしねえとな。よっしゃ。God, your face pisses me off. I'll send you flying across the ocean. やってやろうぜ。全力でかまって。What do you want? All right! Let's go! Get the gear! 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 あのネズミのお化けみたいなの何なの？びっくりしちゃった。ああ、あれ自体はカムロっていうカムロ町のゆるキャラだよ。カムロ町って日本の？そう、平和で優しい町づくりの PR のために生まれたキャラらしい。平和で優しい？うん。カムロ町で？開けてみるか。やったぜ。それでさっきの話、平和で優しい？うん。カムロ町で？うん、え？できるの？うん、
そこで詰まるなよ、足立さん。いや、千歳にコンコンと詰められたらなんか自信が。大丈夫だって。どん底からでもやり直すことはできるんだ。カムロ町だって平和で優しくて犯罪ゼロの町になるって。本当に？多分。お前も自信なくしてんじゃねえよ。将棋やるのもいいな。ガキの頃は近所じゃ一番うまかったんだぜ。へえ。そんじゃ今度手合わせ願うとするかな。いつでも受けて立つぜ。俺に指さばきで勝てるかな。えらい自信じゃねえか。ん？指さばき？おお。音を立てず一思いに駒を引くのがコツよ。将棋崩しの。これ将棋崩しの話だったのかよ。仲良し。寿司屋のお茶ってなんか激アツな温度の多くないか。そりゃ口の中に残るネタの油を溶かして洗い流すためだな。そのおかげで次のネタも美味しく食えるってわけだ。はあ、なるほどな。暑さで油を溶かしてたのか。まあぶっちゃけ俺は猫舌なんだがな、この話を知ってからは暑さに耐えて根性で一気飲みしてるぜ。それ逆に舌やけどして味わからなくならねえか。確かに。よっしゃ。いただきます。ハワイでうまい料理いろいろ食ってきたけど、こういうとこでうどん食べるとなんか安心するね。なんつうか家に帰ってきた安心感みたいな。まあ言いたいことはわかるけど、そこにある寿司じゃダメなのか。日本の代表料理だろ。それカリフォルニアロールだろ。ダメとは言わねえけど、カリフォルニアロール食って自分の家に帰ってきた感覚にはならねえな。だな。どっちかっていうと転校生のうちに遊びに行った感覚に近い。なんじゃそりゃ。よくわからん例えだな。トミーも外国行った先で馴染んだ料理食べたらわかるかもよ、そういう感覚。まあ海外とかで食べ慣れた味にあったら確かにちょっと安心するのかもな。おうよ。今度トミーが日本に来ることがあったら、めっちゃうまいきつねうどん食える店に連れてってやるぜ。富澤からしたらそこはハワイ料理なんじゃねえのか。ごちそうさま。さん、Thank you very much。
これだな。うまく取れたぜ。うん、おセンター準備完了。全力でかまって。セイ、このチャンス。敵なし。やれ。まだやんの？行くぜ。これで仲間になってくれよ。どうするか。よろしくお願いするぜ。何でもできそう。You'll be shit home in a body. やんのかこの野郎。全力でかまって。敵なし。だな。ハワイの料理も結構好きなんだが、たまには和食も食いたってな。まあ気持ちはわかるぜ。卵かけご飯と味噌汁が恋しくなる。俺納豆ご飯を食いたいぜ。毎朝のルーティンだしな。程度？毎朝納豆を500回混ぜてから食うのが俺の日課なんだよ。きめ細かな粘りになるし、腕も鍛えられて一石二鳥さ。朝っぱらからストイックなことやってんだな。仲良し。You'll regret this. さっさと始めようぜ。全力でかまって。このチャンスに真の出来じゃねえか。調子いいね。どうした？風邪か？いや、誰か俺のこと噂してんのかもな。最近足立さん見ないわね。寂しいわ。みたいな。日本に残してきた子猫ちゃんたちを思うと心が痛いぜ。くしゃみ一発でそこまで語れるって、さすが足立さんだぜ。そんな褒めるんじゃねえよ。よっしゃ。これだな。うまく取れたぜ。アロハ。Thank you very much. Hey.何でもできそうな気分だ。喫茶店とかでパソコン開いて仕事する人多くなったよな。日本でも最近よく見るけど、
まあ働く場所を選ばない時代ってことなんだろうな。俺は誰かに画面とか見られそうで落ち着かないとやらねえが。お、セキュリティ意識ってやつか。立派な心がけじゃねえの。だろ、パスワードも全部変えて危機管理は万全よ。それちゃんと覚えられてんの？いや、最近物忘れがひどくてな。だから思いつく単語を片っ端から入れてなんとか突破してるぜ。そのセキュリティ綱渡りすぎるだろう。仲良し。アロハ。これだな、うまく取れたぜ。サーフィンか、定期的にブーム来るよな。まるで波のように。足立さんもやってたのか、サーフィン。うん、浜辺で美女とひと夏の恋をと思って頑張ったよ。まあ現実はそんなに甘くなくて全然うまくいかなかったけどな。夢は儚く消えたよ、まるで泡のように。さっきからちょいちょいポエム挟もうとしてんの何なんだよ。いや、こんな感じでシャレオツに声かけてたんだけどな。無念。そのせいなんじゃねえのか。よっしゃー。これだな、うまく取れたぜ。ウクレレってどういう意味か知ってる？意味？意味なんてあんのか？そりゃあるよ、ハワイの言葉の。かかってきられ、全力でかまって。この調子でやったり。そういえばさっきの話。勘弁してくれ。行くぜ。俺の気持ち受け取ってくれねえか。どういうことだ。よし、よろしく頼む。
いらっしゃいませ。よりどりみどりでしょう。いってらっしゃいませ。あっちだって。ほら、こっち座りなさい。の？お？ほら、座りなさいって言ってるでしょ。なかなかいい腕だ。将来剣の達人になるかもな。の？あれは？ちょんまげ。いらっしゃいませ。よりどりみどりでしょう。いってらっしゃいませ。あっぶね。やりやったな。もうおりおり。なんてね。よっ。甘いぜ。もう、もう最悪。抜き足、差し足と。そうか。バカな。ふう。打ち合い西部劇。はっ。早打ちじゃ負けないぜ。いいコンディションだ。今の気分はいいんじゃねえか。どれにすっか。今の気分はぴったりだな。どれにすっかな。決まった。今の気分はまあ見てな。どうよ。服にはこだわる方なんだ。俺は好きだな。まあ見てな。似合ってるか。着替え着替えっと。どれにしようかなっと。見違えたろ。身なりは大事だから。どうだ。どれにしようかな。気に入ったぜ。身なりは大事だからな。どれで行こうかね。結構いいぞ。ビシッと決め、イメチェンだ。どれで行こうかね。結構いいぞ。俺のサイズあるか。フィットしてるぜ。ビシッと決めなきゃな。来るぜ。ウクレレってどういう意味か知ってる？意味？意味なんてあんのか。そりゃあるよ。ハワイの言葉なんだよ。じゃあ二択クイズね。1、波が立つ。2、波が跳ねる。さあウクレレの意味はどっち？波が立つだな。残念、外れ。正解は波が跳ねるでした。飲みなのか。え、なんで？弦は軽快に弾く指が飲みのように見えたって説が有力らしいよ。なるほどな。いいセンスしてる。じゃあこれからウクレレ奏者にいい飲みっぷりだぜ。
って言えば褒めた感じになるのかな。飲み会かよ。喧嘩売るだけになりそうだからやめて。これだな。うまく取れたぜ。アロハ。Thank you. Hey! Yo. Hold up.You gonna cry for mine? さっさと始めようぜ。全力でかまって。この調子で。進歩できじゃねえか。何を見てる。行くぜ。これで仲間になってくれよ。これは。取っているのか。お前をボスと認めよう。アロハ。Thank you. 何でもできそう。おお、公衆電話だ。日本でもあんま見なくなったよな。まあこれだけ携帯が普及すりゃ仕方ないんだろうけどね。俺はアイドルのテレカとか集めてたぜ。いたな、テレフォンカードを集めてるやつ。足立さんもか。だがレアなカードを後輩が勝手に使っちまってな。カードに穴が開いちまって、もう戦争よ。昔ならではのエピソードだな。俺の心にも穴が開いちまって、それ以来集めるのをやめたんだ。お前も勝手に人のテレカ使ったらダメだぞ。俺との約束だ。分かってるよ。すが、人のテレカ使う機会がほぼねえし。仲良し。Aloha. Got a good one. Huh? Huh? Don't get smart with me. やんのかこの野郎。俺もまだ若いね。Is there a problem? Is there a problem? Stay in a show, dipshit. Damn you! おっしゃ、行くぜ。全力でかまって。ほら。やっ。
気なしだな。
わかった。私の出番ね。やっちまうか。頑張りますか。ほら来いよ。行くぜ行くぜ。一緒にやる。いっぱいやりたい気分だぜ。クレジットカードの利用明細が来て、見たらめちゃくちゃ高額だったんだ。なんだ、詐欺にでもあったか。俺もそう思って通報する勢いで一つ一つ明細を見たんだ。そしたらなんと、なんと全て真っ当な請求だったんだよ。確かに全部買ったわってな。はあ、んいやそれだけなんだけど、詐欺られなくてよかったって話。みんなも明細はちゃんと見るようにな。この時間返してもらってもいい？アルファ。これだ、うまく取れたぜ。戦闘準備完了。全力でかまって。この調子で。俺もまだ若いね。アルハ。ヘイ。アルハ。ハロー。ヘイ。ハロー。ハイ。おWhat are you staring at? Welcome!
Thank you. Welcome! Thank you.
Thank you. 体調万全だぜ。What are you staring at? What are you staring at? What is this? It is so big. You might need to stay another day. Aloha. いただきます。いただきます。ステーキとワインはうまいな。ガツンとくるぜ。だな。ちなみに俺はこの組み合わせを万能薬だと思ってるぜ。万能薬？なんか風邪っぽかったり具合悪かったりした時は酒と肉をガッと食うと大体治るんだよ。そりゃまたパワフルな治療法だね。私は風邪ひいたらジンジャー入りの蜂蜜ドリンクを作って飲むかな。体温まるし何より美味しいの。へえ、みんな風邪ひいた時の対策とかあるんだな。俺も何か考えておくか。ステーキに蜂蜜と生姜をかけてワインで流し込むってのはどうだ。一発で治るんじゃねえか。治る前にまずくて吐くだろ。食べ物を無駄にしちゃダメよ一番。あ、はい、すんませんでした。ごちそうさま。Thanks. This might be the best vacation ever. We should get back to the house. Aloha. Arigato. What? Get back to the house. Is this?そういえばハワイってエスカレーターどっちに立つんだ。日本だと関東じゃ左に立って関西だと右側に立ったりするだろ。ハワイはどっちに立つんだろうと思ってさ。おお、そういうこと。それはね、待て、勝負しようぜ。カズが右か左か当たったらジュース大盛りだ。子供か。いいぜ、ハワイのエスカレーターは右だな。よし、じゃあ俺は左だ。ふん、それじゃあ答えはね、どっちも外れ。決まってないんだよね、どっちに立つかなんて。真ん中に立ってるのも自由だし、歩いたりとかもあんまないね。そうだったのか。そもそもエスカレーターは歩くもんじゃねえしな。じゃあ二人とも私にジュースよろしくね。くそ、ちゃっかりしてんな。ハロー、カジ行こうぜ。全力でかまってほら、この調子です。What's up, Harry?カジ行こうぜ。これだな、うまく取れたぜ。ああ、おう。What's the
ピングモールだな。迷子になっちまいそうだ。そういや、昔迷子を保護したことがあってな。3歳くらいの子でよ。幸い家族はすぐ見つかったんだが、なかなか離れてくれなくてな。あらら、懐かれちまったのか。離れると泣くもんだから、結局その子の家にまで行って晩飯食って帰ったんだった。なんか不思議な気分だったぜ。へえ、足立さんは結構子供に好かれやすいんだな。かもな。元気でいるといいな、あの子。よっしゃ、深く知れた気がするぜ。アロハ。Thank you. Take a break. What time is it? A reservation might be soon. What time is this? Take a break. Good around here.Aloha! Thank you! Menu item. いてる花、ハイビスカスか。綺麗だな。知ってるか、ハイビスカスの花言葉は信頼。これだな。うまく取れたぜ。向こうに咲いてる。ほう、キャバ嬢の気を引きたくて昔本読んで覚えたんだ。努力かなことで。他に何か面白い花言葉ないのか。そうだな、覚えてるのといえば巾着草とか。また随分と渋いとこ行くな。その花言葉は何なんだい。あなたに私の財産あげます。えいつでも待ってるぜ春日。巾着草だけくれてやるよ。
仲良し。そのキーホルダー、気づいたか、土産屋で気に入って買ったんだよ。いいじゃん、ちょっとおしゃれだね。だろ、いくらだと思う？そうだな、4ドルだ。いや、答え言うのは早いよ。俺に当てさせてくれよ。クイズ下手なの？じゃあ私が買ったこのブレスレットいくらでしょうか？10ドルくらいかな。よく見て、ハンドメイドなんだよ。確かに手作りで凝ってるな。手間もかかってそうだ。じゃあ10ドルだ。なんで俺と同じなんだよ。俺より上の値段で行く流れだったろ。クイズのセンス絶望的だな、あんた。で、いくらなのそのブレスレット？まあ10ドルなんだけど。合ってたのかよ。なんか最後まで噛み合わねえ会話だったな。開けてみるか。開いたぜ。これだな、うまく取れたぜ。何でもできそう。ハロI'll put you in your place. よっしゃ、行くぜ。全力でかまって。ほら。やっ。この調子で。真の敵じゃねえか。これだな、うまく取れたぜ。アロハ。Thank you for staying.ハワイは湿度が低くていいな。カラッとしてて過ごしやすいぜ。ねえ、確かに暑くてもあんま疲れないかもな。逆に日本の梅雨とかはジメジメして気がめいるぜ。足立さんは湿度に弱いのか？俺っていうか俺の髪だな。朝バシッと髪型を決めても湿気のせいですぐボサボサになっちまう。俺のハンサムフェイスが台無しよ。たく、営業部とかだよな。まあ気持ちはわかるけど。え、何の営業？よっしゃ、また距離が縮まったな。
これだな。うまく取れたぜ。やったぜ。これからよろし。調子出てきたな。あのジャケットかっこいいな。足立さん、アメカジとか好きそうだな。俺ら世代はアメリカ映画とかにもろに影響を受けてるからな。昔戦闘機のパイロットが主人公の映画が流行ってな、同じジャケット着てサントラを聴きながら空港行ったりしたぜ。懐かしいな。あの頃は若かった。これだな。うまく撮れたぜ。張り切っていこう。Seems you don't appreciate it. 戦闘準備完了。全力で行くよ。Something got stolen. Doesn't mean. 頑張りますか。俺の番だな。いつでもどうぞ。うら。俺もやれるぜ。任せといて。やったろうぜ。この調子で上がりましょう。いっぱいやりたい気分だぜ。おう、古着屋があるぜ。俺、昔戦闘機のパイロットが主人公の映画が流行ってな、同じジャケット着てサントラを聴きながら空港行ったりしたぜ。懐かしいな。あの頃は若かった。いい趣味してんな。そのジャケットは今どうなったんだ。太って入らなくなっちまったよ。あの頃は細かった。そっか。仲良し。深く知れた気がするぜ。うん。
なんていうか民度の低そうな場所だな。おしゃれスポットじゃねえことは確かだ。ハワイの夜の店はここに集約されてて、病たちが幅利かせてる。そのせいもあって日本人も多いんだ。病たちの話はどこに行けば聞ける？少し歩き回ってりゃ向こうから出向いてくるよ。特に俺は無断で病の元から抜けたお尋ね者だしな。大丈夫？トミー、なんだか浮かない顔してるみたい。まあな。だが今は俺より桐生さんの心配が先だ。一番、この先にタトゥーショップがある。そこの堀氏のおばちゃんが俺の馴染みなんだが、情報通でな。古い人なもんで、あの病のことも若造扱いしてるし、逆に一目置かれてる。ってことは？何か知ってることがありゃ、病たちを怖がらずに話を聞かせてくれるかも。なるほどな。分かった。いらっしゃい。どうも。ちょっと聞きたいことがあるんです。いいですか？客じゃないってことかい？すいません、俺です。富澤か。よく堂々と顔出せたもんだね。また病に焼き入れられるよ。そうなんだけどさ、知り合いが病に拉致られたかもしれねえんだ。おばちゃん、なんか聞いてません？さあね、ヤクザに関わって得なんてありゃしない。どんなことでもいいんです。病に捕まったのは俺の恩人なんです。その人病気で、早く助けねえと。悪いけどもう行ってくれるかい？病んとこのが来てるよ。おお、まさかハワイであんな反り込みにお目にかかれるとはな。しかも古き良き時代の極道って感じだ。ありがとうございます。あとはあいつらと話してみます。そうしておくれ。他人様の島で世間話したええ度胸しとるのを踊れら。えらくしみるな、ハワイで聞くヤクザの広島弁は。日本でもこんなのめっきり見ねえよ。日本の絶滅危惧種がハワイで生き残ってたとはな。そう聞くとなんだか愛おしくなるってもんだ。余裕かましてて大丈夫？桐生さんを返してもらうぞ。あの人はどうだ？なめた口聞きやがって、このアホンダラ。お嬢せえ。おっしゃ、行くぜ。よし、手貸すぜ。せい、うれ。頑張りますか。こっち見ろよ。ここだ。よし、やたろうぜ。おや、うわ、ぶちかます。やるか。うわ、私の出番ね。出番が来たな。俺の番だな。いつでもどうぞ。ガンガン行くぜ。ほら、ドア、一緒来やがれ。任せといて。よし。全力で行くよ。セイヤ、
この調子で。俺もまだ若いね。威勢が良かったな。口だけだったな、あんた。アホ抜かせ。わしはまだまだやれるで。桐生さんがどこにいるか聞かせろ。これ以上痛い思いしたってあんたに何の得もねえぞ。ほら早く言え。お互いここは笑顔で別れようぜ。あの男なら シアタービルぜ。シアタービル知ってる。それならあそこのビルだ。もともと劇場だった建物だ。あそこの最上階に病がやらせてる店があるんだよ。確かに桐生さんを監禁するにはもってこいの場所かもしれねえ。当然病がいるだろうし、手下でごった返してるんだろうな。なあ、でも行くぜ。桐生さんがいるとしたらこのビルのどこだ。ああ、それなら多分最上階かな。病の腹心だけが出入りできるフロアだ。俺も数えるくらいしか入ったことがねえ。お前らは病ってのには会ったことがあるんだよな。どういうやつなんだ。杖ってのはもちろんあるんだけどよ、何よりも腹ん中で何考えてんだかわからねえのが不気味なやつだ。ああいう目ん中に暗いもんが宿ってるやつは大抵わけありで。なるほどな、要注意人物ってわけだ。ああ、それに意外と人望もあるみたいで、手下もかなり気合入ってるぞ。なるほど、道理で俺らの助けがいるわけだ。そういうこと、頼りにしてるぜ。さあ、行くぞ。調子もんじゃねえぞ。やってやろうぜ。私の出番ね。やっちまうか。おれ、おお、行くぜ行くぜ。いつでもどうぞ。やるので手貸せ。ぶちかまっ。いや、俺もやれるぜ。やっ、出番が来たな。ほら来いよ。腰抜けろが来ない。
かせといて。行くぜ行くぜ。ぶちかまった。何来ない。やろうぜ。さっさとかかってこいよ。真の一撃。それが俺の真骨頂。俺もまだ若い。てめえ誰かと思えばへっぴり腰の富澤じゃねえか。裏切り者が。よくもその面見せれたもんやな。そりゃてめえらの面なんざ見たくもねえけどよ。仲間が捕まって放っておけるほど落ちぶれちゃいねえってこった。へっ、よく言ったぜトミー。シャラクセ、俺たちの恐ろしさ思い出させてやろう。ぶっ殺してやるぜ。体持たねえよ。よし生活で来やがれ。やったろうぜ。さあやるぞ。せい、ほら。よし、手伝うぞ。一緒にやる。いや、やる。ガンガン行くぜ。どうした、ビビってんのか。ほら来い。ガツンと行くぜ。みんな死ぬなよ。回復だ。ありがとう。出番が来たな。いつでもどうぞ。おっ、どう。あれ？さあ！私の出番ね。はっ！せい！調子がいいぜ。ぶちかます！ここらで勘弁してやるよ。だな。いっぱいやりたい気分だぜ。そろそろ行かない？劇場がそのまんまアジトとはな、なかなか洒落てるじゃねえの。とてもお客さんが入れる状態には見えないけど。このフロアは病の連中が好きに使ってるからな。どこで勝ち合うかわからねえ。気を抜くんじゃねえぞ。やってやろうじゃねえか。さっさと始めようぜ。全力で行くよ。
やっちまうか。せい、はい、俺の番だな。おれおれ、怖いの。うら、相手ガンガン行くぜ。ほら来いよ、出番が来たな。こっち見ろや。やろうぜ。さっさとかかってこいよ。やるか。向いてんのか。任せといて。これどうぞ。何？行くぜ行くぜ。フライヤー。いつでもどうぞ。ぶちかまきやがれ。くらいな。頑張りますか。ほら来いよ。本気出せよ。全力で行くよ。よそ見すんなよ。よし。調子がいいぜ。食らいやがれ。任せといて。せいや。ガンガン行くぜ。開けてみるか。開いたぜ。うまいものを食いてえな。殺すぞ。ほら、戦闘準備完了。全力で行くよ。やるか。地獄に送る。ぶちかま。来ない。行くぜ行くぜ。出番が来たな。運が悪い。本気出せ。任せといて。よし。調子がいいぜ。せいかすぜ。
私の出番ね。やっちまうか。うわ、ぶちかま。一緒にやる。私も。行くぜ行くぜ。出番が来たな。よし、よし、せっ、この調子で人生を超え成長ってな。よし、行くか。
俺の番だな。どりゃ頑張りますか。気持ち悪い。おいおらやってやる。こいつだやんのか。そんなに気が乗らないな。ぶちかます。よしやったろうぜ。出番が来たな。ビビってんのか。ミスだ、ごめんね。はっ、やっ、えい、ガンガン行くぜ。はい、わっ、うっ、ほら来いよ。頑張りますか。俺の番だな。よし、上昇上昇。へへ、いっぱいやりたい気分。許さないぞ。やってやろうぜ。私の出番ね。2人がかりだ。セリア、俺の番だな。やるのかよ。セリア、こっち見ろよ。やるぜ。ほらほら来いよ。出番が来たな。全力でいくよ。やっちまうか。はっ、やっ、はっ、この調子で勘弁してやるよ。調子乗ってんじゃねえぞ。さあ、行きますか。よし、生活ぜ。うわうわ、俺の番だ。はあ、頑張りますか。せい、俺の番だな。私の出番ね。手伝うぞ。せい、よし、やるぜ。こら、出番が来たな。次、また強くなっちゃった。
お調子いいね。ぶっ殺してやるよ。やってやろうぜ。全力でいくよ。やってやろうぜ。てん。調子がいいぜ。おりゃ。俺の番だ。全力で行くよ。やっちまうか。任せといて。せい。よっ。容赦しないぞ。いつでもどうぞ。よいしょ。ガンガン行くぜ。ほら、ほら、行ってこい。調子がいいぜ。ほら、ほら。全力で行くよ。はっ。かますぜ。なあ、おい、開けてみるか。やったぜ。
開けてみるか。開いたぜ。何ここ。潰れかけのキャバレーつうか。足立さん、ナンバあいつが病だ。そうらしいな。まあしかし、なんつうバスエ感だよ。よくここまで来たな。ご苦労なこった。桐生さんはどこだ。ここにいると思ったから来たんだろ。無事なんだろうな。さあな。なんだと。おや、富澤君もお越しだったか。のこのこ面見せるとは大した度胸じゃねえか。それとも俺がなめられてるのかな。俺はもうこれまでとは違うんだ。桐生さんを返してくれませんか。それは口をパクパクするだけで通る話か。お前もうちにいた人間なら、我を通してならどうするかくらい分かってんだろ。へっ、太田君とかいい教育方針でやってるみてえだな。桐生の腰巾着が一発の口聞きやがる。少しは期待してもいいんだろうな。ねえ、楽しんでいけや。ねえ、もうな、放っておいたら。そうよ、あんなの意地悪。すぐ終わるかね。囲まれてお出迎えか。余裕しゃくしゃくだな。ここは病の根城だ。俺たちは完全にアウェイってわけだな。ビビってんのか。はあ、これはどう。せいや、かますぜ。いつでもどうぞ。見さらせー。あたれせい。よし、やるぜ。いつでもこっち見ろや。受けてみな。ガツッと行くぜ。ほら、ほら、こうやる。調子がいいぜ。あっ、任せといて。ビビってんのか。へばってんじゃねえ。覚悟。ちょっと、そろそろ本気出してよ。おやじ、どうぞ。そうだな、たまには本気出すから。予想外だ。こういうのは桐生を期待してたんだよ。早く来いや。ほら
でもいいぜ。ガンガン行くぜ。相手してあげる。ビビってんのか。受けてみな。俺らは負けねえぞ。行くぜ行くぜ。まあ、逃がしゃしねえぜ。さてと。やんのかい。行くぜ。お、どんどどどどんどどんだらなんだら、うーはー。容赦しないぞ。何？来ない？へばってんじゃねえ。腰抜け野郎が。いつでもいいぜ。必殺！うわ！うわ！くっせ！ほら、しゃっきりして。さあ、行くぜ。全力で行くよ。はあ？仕切り直しだ。ほら来いよ。任せといて。決めに行くよ。おうよ。踊ってくださる？喜んで。もらった。いや。調子がいいぜ。あれやるぞ。オッケー。ぼっとしてっと。怪我するぜ。全力で行くよ。覚悟。たんじゃねえか。また成長しちゃ、吸収が早いのよね。これが俺の真骨頂。大人の渋みが出てきたぜ。ぜ。もう一遍だけ言うぞ。キリュウさんはどこにいる？知らねえっつったらどうする？なあ、俺が力ずくで聞き出しますよ。やばい。富澤、これ以上手下の前で恥かきたくなきゃ、やるべきことは分かってんな。恥なんてとうの昔に捨ててるよ。どうした、手に持ってんのは飾りか？トミー、やめな。キリュウさんって人なら無事だよ。おい、でも組長さんに手を出すならこの先は保証しない。
なんだよ、案外人望あるんじゃねえか、あんた。はあ、いい女だ。俺はああいう人と初対持ちたかった。いいんじゃない、本気なら今からでも遅くないですよ。そん時は応援してくれ。入るよ、お客が来た。キリュウさん、大きな声出すな、寝返しといてやれ。あんたらキリュウさんを見てくれてたのか。組長さんに言われてやっただけ。この人は組長さんの憧れの存在なんだってさ。病だ。運び込まれてきた時からずっと眠ってる。怪我は大したことはないが、内臓が弱りきってる。やっぱり相当無理してたっすね、キルさん。ここじゃ応急処置くらいしかできん。仲間ならさっさと連れて帰れ。病のやつ、こんなことだったら俺らとやり合わなくてよかったのによ。ああ、けど病も茜さんを狙ってたんだろう。まだ彼女を追うつもりなら話は別だ。いや、病、あんた茜さんのことはどうする気だ。茜ってのは例のばあさんのことか。ばあさんって言うんじゃねえ。そもそもあんたはなんで茜さんを追ってんだ。ハワイの裏社会がこぞって探してるからだ。どんな価値かは知らねえが、そんなもんは手に入れてから確かめりゃいい。そんな理由かよ。ハワイに来てだいぶ経つが、俺らはまだ売り込み中だ。バラクーダとガンジョーからは随分下に見られてる。だから連中が奪い合ってるもんを先取りできりゃ、そこでようやく交渉のテーブルにつける。交渉？格好つけた言い方してるけど、要は茜さんとラニちゃんの命と引き換えに利権が欲しいって話でしょ。連中が狙ってんだ。ばあさんには追われるだけの理由があるんだろう。だがラニってのは何のことだ。少し安心したい。それを知った上でのことじゃなかったんだな。説明させてくれ。信じるかどうかあんた次第だけどな。パレカナの代表が真の支配者で、ラニってガキを狙ってるか。作り話にしちゃだいぶお粗末だ。信用してくれるんだな。富澤の件にしろ、キリュウの件にしろ、お前は嘘が上手じゃなさそうだ。それに連中がばあさん一人を血眼になって追っかけ回す奇妙さにもやっと納得がいった。ばあさんの剣からは手を引く。ガキを食い物にするほど金に困っちゃいねえからな。キリュウが目覚ましたらさっさと出て行け。うちの島にちょっかい出さなきゃお前らとはこれっきりだ。ああ、病、最後に一つ言わせてくれ。ああ、キリュウさんのことを手当てしてくれてありがとうございます。恩に着る。死体の首取っとって何の看板にもなりゃしねえってだけの話だ。いや、俺の中じゃあんたは男ぶりをあげたぜ。ま、あんたには何の足しにもならねえだろうがな。
ああ、まったくだ。私は桐生一馬の家族です。おじさん、家は？お前、家がないのか？孤児院、黙って出てきた。お前、孤児院にいたのか？じゃあお前いたぞ、あのガキだ！捕まえろ！絶対に逃がすな！よせ、おい、よせ。手出すな！キリュウさん、もう大丈夫です。ここは安全ですから。春日、何があった？病と手打ちをしていろいろ話しました。あいつらは何も知らずにいたんです。ハワイの裏社会が茜さんを追ってたから彼女を探してたってだけで、他に新しい情報はありません。今もまだ茜さんとラニがどこにいるかは。そうか。あとは俺らに任せてください。うん。桐生さんの体はもうこれ以上の負担に耐えられません。みっともねえとこ見せちまった。だが全部承知の上だ。もう大丈夫だ。まだそんなことを。どう見たって大丈夫なんかじゃないでしょう、桐生さん。私は昔看護師をやっていました。そのことを踏まえて聞いてほしいんですが。先が長くねえことは分かってる。だが俺にはやるべきことがある。ラニや茜さんを救うことですか？あなたには無理です。何？日本に帰国して回復に努めてください。さもなくば春日さんたちの足手まといになります。な私の任務は茜さんを一刻も早く保護することです。客観的に言って今のあなたがここに残れば任務に差し支えます。春日さんたちにいらぬ負担をかけ茜さんの捜索を遅らせかねない。結果的にラニという少女を危険にさらすことになる。それは本意ではないでしょう。ラニと沢村遥を重ねているあなたにとっては。沢村遥？桐生さんにとって娘同然の存在です。百億の少女と呼ばれ大人たちの欲望に翻弄され続けた。桐生さんが守っていなかったらきっと誰の目にも触れず闇に葬られていたでしょう。ラニの境遇は私の目から見てもかつての沢村遥と重なるところがあまりに多い。桐生さんが強くこだわるのは理解しているつもりです。しかし今のあなたのコンディションでは人を救うことなどとてもできない。そんなのは元看護師でなくたって見ればわかる。もうその辺で。
桐生さん、しばらく休養してください。難波も帰国に着きそうと言ってくれてます。茜さんのこともラニのことも必ず何とかします。俺だけじゃありません。足立さんもじいちゃんもトミーもエイちゃんもいます。だからここは俺たちに任せちゃくれませんか、桐生さん。情けねえな、てめえより若い連中にここまで言わせちまったが、俺は任せるか。俺はどっか人に頼るのを怖がってたのかもしんない。怖がる？桐生さんがですか？ああ、自分でも今初めて気づいた。長生きはするもんだな。ええ、そうですよ。わかった。すまないが、茜さんとラニのこと頼むぞ。春日、みんな。はい。一番。茜さんとラニを見つけたら俺にも知らせてくれ。もちろんです。胃の一番にお知らせしますよ。大事にしてください。ああ。じゃあまたな、一番。ああ、いやちょっと待った。一ついいか。あ、うん。お前、ハワイ来た途端、ちいちゃんなんか捕まえやがって。さっちゃんのことはもういいのか、この野郎。そんなんじゃねえって。じいちゃん、下手すりゃ二回りも年下だぞ。それがいいってこともあんだろうがよ。俺は全然ありだぞ、じいちゃん。はったく、せっかくハワイ来てくれたのにこんなバカ話する暇もなかったね。悪いと思ってるよ。まあいいって。じゃ頼んだぜ、ナンバ。おう、それじゃあな。堂島の竜に後を託されちゃった。責任重大だね、一番。ね。けど、やってみせるさ。それで、何か茜さんたちを探す当てはあるのか。また動画上げてコメント待つってんじゃねえだろうな。あれも悪い手じゃなかったろ。今この瞬間にだって茜さんからメッセージが来るかもしれねえんだ。
茜さんが所長をやってた養護施設があってよ。そこはパレカナが運営してんだ。じゃあそこに行けばパレカナの人間と接触できるわけか。もう行ったことあるけどね。その時はまだブライスの正体を知らなかったけど、手がかりはなかったよね。それにあそこの人たちがギャングなんかと関わってるようには思えない。とはいえ今んとこ心当たりがあるのはあそこだけだからな。また行って確かめるほかね。わかったよ。現場百遍は捜査の基本だ。気合い。揺れていこうぜ。どうも。ありがとうございます。これだな。うまく取れたぜ。
I feel like a teenager. いつ見てもでかいホテルだな。大富豪になれば泊まれるのかな。なんだ、トランプでもすんのか。ちげえよ、石油王とかそっちだよ。いつか大金持ちになってスイートルームに泊まるんだ。そうかい。じゃあ石油王を目指してせいぜい頑張ってくださいな。石油王ってどうすればなれるの。そりゃまあ掘るんじゃね。考えうる限りで最も浅い回答ありがとう。掘るのは深いのにな。はあ、おい、この空気どうすんだ、カズマ。俺が滑った感じにするじゃねえ。アロハオス。ヘイ、食ってきやがったか。足立さん、鶏を飼ってたことあんのか。おう、ガキの頃縁日で飼ったカラーヒヨコが成長してな。じゃあ毎日卵かけご飯タダで食えてたのか。いや、オスだから卵産まねえんだ。だから、おい、まさか俺の目覚まし時計として立派に活躍してもらったぜ。焼き鳥にしなくて安心したよ。よっしゃ、また距離が縮まったな。よ、お、何でもできそうな気分だ。
ハロー What are you looking at? Hey! Hello. 開ける気しないよ。今日は研究者長。してるの多いよな。お、あれそこに売ってるのドラゴンフルーツじゃねえか。なんだそれ、かっけえ名前だな。見た目も派手だがうまいのか。全然知らねえけど、名前と外見だけで買いたくなるぜ。ジャケ買いみたいな。果物でジャケ買いって味もわかんねえのに買うのか。 CD だろうがフルーツだろうがピンときたのは買うのが性分。これください。しかしこれどうやって食うんだ。後先考えず買うのはなんか足立さんらしいな。仲良し春日、どっかでちょっと休もうぜ。いいぜ。喫茶店とかか。海が見えて酒飲めるところがいいな。それただ単に酒飲めるだけだろ。だがこのおっさんは。じゃあそれ言うあたりで一杯やるか。よっしゃ行こう行こう。アロハ。
Thank you. Hey, let's take a picture by the snake. いらっしゃい。ありがとう。あそこに何かあるぞ。開けてみるか。やったぜ。喉乾いたな。
ワイって野生の鶏多すぎないか。確かによく見かけるな。飼ってる家もあるっぽいけど。聞いた話だけど、結構前に発生したハリケーンのせいらしいわ。ハリケーン？ハリケーンで鳥小屋が飛ばされて、逃げた鶏が野生化したんだって。家吹っ飛んで野生化って、随分と激しいエピソードだな。そうだったのか。難波もホームレスの頃に台風で段ボールハウスが吹っ飛んだ時、死を覚悟したと真顔で言ってたな。さぞかし辛かったんだろう。俺、鶏たちに優しくするぜ。頑張ったんだな、あいつら。いい話じゃねえか。そうかな。Thank you very
覚悟を置いて。準備はできてるぜ。全力で行くよ。低下せよ。俺の番だな。しみれる。ぶちかます。それは俺だ。任せといて。よし、春日さん、あんなひどいことをしたのに助けてくれて本当にありがとうございました。これお礼の気持ちです。本当はお金で返せたらよかったんだけど。ザック、カイルのことよろしくお願いします。そんなにかしこまらないでよ。僕が言い出したことだし仲良くやるよ。だから君はしっかり償っておいで。うん、ありがとう。カイル、ママどうしてもやらないといけないことがあって、あなたとしばらく会えなくなってしまうの。それまではこのザックお兄さんのお家でいい子にして待っていてね。わがままなママでごめんね。ううん、ママ今までずっと僕のために頑張ってくれていたんだよね。本当にありがとう。僕なら大丈夫。ザックと一緒にママのことずっと待ってるから。だからママはママのやりたいことしてきてよ。カイル、ごめんね。ありがとう。ママ、
必ず帰ってくるからね。ママが帰ってくるまでにいっぱい頑張ってかっこよくなって驚かせてやろうな。うん、ザックもね。僕も？だってザックも頑張ったら僕のパパになれるかもしれないでしょ。カイル、何を言い出すんだ。別に僕はそんなんじゃ待ってくれている人がいるってのは幸せなことなんだぜ。しっかり償って早く帰ってこいよ、マリアン。Roger that. こっち。足立さん、やってるね。ああ、先にいただいてるぜ。ハワイの酒もなかなか悪くねえな。そいつはよかった。お気に召したようで何よりで。いや、なんか不思議な感じだよな。こんなリゾートで足立さんと飲んでるなんてよ。言えてるな。せいぜい田舎者だと思われねえように気をつけねえと。しかしお前はなんか随分ハワイに馴染んでるな。いや、なんか溶け込みすぎてねえか。お、そうかい。俺もそんな気してたんだけど、この髪型とか結構ハワイにマッチしてるよな。そうらしいな。じゃあせっかくだし俺もちょっとイメチェンしてみるか。へえ、足立さんがイメチェンね。なら桐生さんみたいな感じにするのはどうだよ。あの人もガラッと雰囲気変わったよな。おまけになかなか決まってたけど、だからってそのまんま真似すんのは恥ずかしくねえか。まあそうか、言われてみりゃ確かにな。一応言っとくと俺桐生より年上だしよ。やっぱりやるならその先を行かねえとな。それにしてもよ、こうしてると偉人町での日々が随分昔のことみたいだぜ。ハロワをクビになるわ、ネットで炎上するわ、いろいろあったよな。お互い苦労して築き上げてきたもんがあっという間にパーになっちまった。足立さんの会社まで巻き込んじまったな。本当にもう何回謝っても謝りきれねえ。いや、だからよせってんだよ。お前が謝ることなんて何にもなかったじゃねえか。それに俺の会社だったってちょいと社長気分を味わってみたかっただけでね。そういう割に結構計画的にやってたろ。会社の方針とかなんか迷いがない感じだったぜ。迷いはそうだな、確かになかったか。ん？元刑事としての経験を生かしたかったんでな。警察じゃできねえ、民間ならやれる仕事もある。事件が起きる前にそいつを防ぐってな、これからまだまだ伸びてく分野だ。この老骨も世のため人のためにもう少しお役に立ってみせようと思ってた。それがやっとこさ軌道に乗って、なんならビジネスを次の段階に進めるかなんて言ってたのに。コンサル警備のグループ企業が目標っつってな。だがもう済んだことだ。
忘れたよ。てめえがつまずいた石をほじくり返してるより立ち上がって前に歩き出す方がいい。その時は俺も何か手伝わせてくれよ。足立さんのためなら何だってやるぜ。のう、そんじゃ次のビジネスプランを考えるか。もちろんこっちのゴタゴタが片付いた後でな。改めて足立さんが来てくれて心強えよ。難波と一緒に駆けつけてきてくれた時はもう本当にありがたかった。今の俺をそんな風に言ってくれるのはお前くらいのもんだ。お前を手伝うことで俺も毎日に張りがある。持ちつ持たれつだよ。そっか。となると、ん、まだしばらくお互いに支え合う必要があるな。俺ら当面は俺が助けてもらってるけど。気にすんな、今度倍にして返してもらうからよ。望むとこだ。やっぱうめえな。ハワイで飲む酒は格別じゃねえか。あんま飲みすぎんなよ。ここはサバイバーと違ってツケが効かねえんだから。大丈夫だって、もうマスターとも通過の仲よな。あマスター。ええ、ごゆっくりどうぞ足立さん。あれなんだよ、もうすっかり馴染んでんじゃねえか。へへ、飲み屋にすっと溶け込むのも刑事時代に培った能力の一つだ。なるほど、器用な子って。さすがは年の子、勉強になります。よし、もう一杯行くか。気分がいいからおごってやるよ。お、じゃあマスター、この店で一番高い酒を頼む。あ、待った。それを頼むんだったら出世払いだ。俺の次の事業が成功したら出してやるよ。ごめんマスター、やっぱ今飲んでるやつのおかわりくれる？足立さん、この間頼まれた件だが、今のところいい情報はないな。そっか、まあ仕方ねえ。俺もダメ元と思ってたしな。気を落とすな、もう少し聞き回ってみる。よう、どうしたい、何の話してるんだい。まあちょっとマスターに頼み事をしててな。ありがとうよ、忙しいとこ悪かったなマスター。気にしないでいい。で、マスターに頼み事って何だったんだい。それとも俺には内緒か。そういうわけじゃねえんだがな、昔ハワイに移住したはずの知り合いがいるんだよ。こっちでジュエリーの店を開いたって聞いてたから、どこにあるのかマスターに調べてもらったんだ。へえ。でもさっきの様子からすると見つからなかったってわけか。本当に店を開くことができたかもわかんねえんだ。雲をつかむような話なんでな。けど何もマスターに頼まなくったって、その知り合い本人とは連絡取れねえのか。ええ、最後に会ったのがもう20年も前なんでな。なるほど、当ててやろうか。その知り合いってのは綺麗な女の人だ。ふん、まあそりゃそうだな。やっぱりね、だと思ったぜ。まだまだお盛んじゃねえか足立さん。そんなんじゃねえって、色恋の相手にしちゃ年の差がありすぎる。へえ、そうなのかい。俺が警官だった頃、彼女はとある事件の関係者だったんだ。20年前に偉人町で起きた宝石店強盗事件で被害に遭った店主の娘さん
当時はまだ高校生よ。宝石強盗か。犯人は？3人組だったが後日逮捕した。取られた宝石も回収できたよ。おお、やるじゃないの。さすが日本の警察は優秀だね。その事件を足立さんが担当したってことか？うん、大勢いる捜査員の一人としてな。で、その時の娘さんが今じゃハワイで宝石店を開いたと噂ではそう聞いたんだ。だからせっかくハワイに来たことだし、元気にやってるか一目見とこうと思ってよ。向こうは足立さんのこと覚えてんのかい？さてどうだろうな。それこそ会ってみねえことにはわからん。なるほどな。じゃあ俺も店探すの手伝うぜ。きっと足立さんがハワイに来たのも何かの運命だ。いいっていいって、お前はこっちで十分忙しくしてんだからよ。ここのマスターが調べてくれてるし、俺一人で十分だ。とにかくその店が見つかるといいな。探す手がかりは何かあるのかい？彼女の名前だけだな。真鍋明子さんってんだ。ハワイで日本人がやってる宝石店なんてそう数はねえだろうし、手がかりとしてはまあ十分だと思う。確かにな。とはいえ店は出したもののうまくいかなかったってこともあり得る。そもそも本当に店を出せたかも確かじゃねえ。まああんまり期待しすぎないよ。気長にやるさ。お、それが良さそうだ。よし、じゃあ明子さんが成功してることを祈って。うん。ありがとう。乾杯。いらっしゃい。アロハ。How's it, my man? Roger that. Beat her in a hot. ここなんだな、パレカナの養護施設ってな。ああ、ただ妙に静かだな。前来た時は子供たちが遊んでた。あ、ほらあそこに。あれ、見覚えある子だったんだけど忘れられちゃった？いや、というより俺らを見て怖がってたように見えたぜ。ここの子たちはもともと誰にでも人懐っこかったろ。うん、やっぱりなんか変だよ。あの子に根も葉もねえことを吹き込んだ奴がいるのかもしれねえな。現場百遍は正解だったかもしれねえぞ春日。変化があるってのはいい兆候だ。かもな。行こうぜ。And so the enraged Nele, in all her wisdom, cast Greedy into the purging fires. Price?
島に戻るって言ってなかったか。まだこんなとこにいたのかよ。ようこそ、カスナさん。またお会いできて嬉しいです。この間見かけなかった奴らだ。あえて嬉しいっつった割に、ボディーガードを前に立たせるんだな。彼らは白の戦士です。私に危害を加える心を敏感に察知してしまうのです。デイナとカロンはどうした？留守なのか？何か御用があれば代わりに私が伺いましょう。火が全てを浄化するまで。ウォン・トーの話はやっぱり本当なのか？あんた、その子たちに何をするつもりだ？They're scaring me, Father Bryce. Fear not, my child. No evil can withstand a Hawk Warrior's spirits. What we should do now is pray. Let us beseech Madame Nele to envelope them swiftly and painlessly. どうも俺たち哀れみを受けてるみてえだぜ。茜さんはラニを連れてここから逃げ出したい。それをあんたは追ってる。すましたつらして、それはそれは必死にだ。おお、普段は目立たないようにしてるくせに、手なずけていたギャングたちに総動員をかけてまでな。パレカナの火は浄化の炎です。迷いも疑いも全てを包み込み、等しく無へと帰すのです。彼女たちを見つけたら二人とも殺すのか？清められるべきは清められます。何が清められるべきか人々を導き教えを諭すのは全てこの私が炎に委ねられた役割なのです。さっきから何の答えにもなってねえぞ。傲慢な悪魔よ、炎に清められんこと。ブライス！ヘレティクスビーゴン。I'll sue you! よっしゃ、行くぜ。私の出番ね。ビビってんのか？セリア！俺の番だ！よし。どりゃ！
これが俺の真骨頂よ。俺もまだ若いね。ブライスにはもう追いつけねえか。なんだこれは。あ、デイナ、カロン、春日さん。なるほど、ブライスの指示で使いに出されていた。ええ、臨時でフードバンク用の食品をいただけることになったから受け取りに向かってほしいというお話をいただいて。ブライス様から直接そういうお話があるのは滅多にないことなので、私たちも珍しいなとは思ったのですが。で、帰ってきてみたらこの有様か。ええ、春日さん、あなた方の言うパレカナの実態というのが私には信じられません。何を根拠にそんな。やっぱりそうですよね。いや、俺はきっとそんなことだろうって。デーナさんたちに限ってここの子供たちを苦しめるようなことするわけね。そうです、ええ、私も何の話なのかさっぱり。ブライス様がギャングたちを支配していて、アカネさんの命を狙ってるだなんて。カロンさん、デイナさん、俺はここじゃよそ者です。ハワイにはほんのちょっと前に来たばかりで、そんな奴に急にあんたたちは騙されてるなんて言われたって信用できないな、しょうがねえ。だから俺たちの言うことを信じてくれとは言いませんけど、さっきの光景は
お二人自身が自分の目で見たことです。ガンジョウとバラクーダ、そしてパレカナの武装した教徒、それが束になって俺たちを殺そうとした。パレカナにはまだお二人の見たことがない一面ってのがあるみたいなんです。それを踏まえて何か俺らに言いそびれてたことがあれば聞かせちゃもらえませんか。私たちは聖地ネレ島へ渡った人たちが幸せに暮らすと聞かされてきました。この施設からも多くの子が悪と認められて島へ渡っていきました。信仰心を認められれば悪になれると、そう言って子供たちを導いてきたのです。もう何十年も前からずっと。でも昔カロンとも一度だけ話したことがあるんです。ネレ島にいるはずの子をホノルルシティで見たことがあるって。デイナ、それはネレ島に行ったら一生をそこで過ごすのがパレカナのルールでしたよね。ええ、だから本来ありえないことです。私も最初は見間違いだと思った。顔もすっかり別人になっていて、でもここで家族同然で何年も一緒に過ごした子ですもの。佇まいや雰囲気は間違いなくその子だった。だから声をかけたんです。でも人違いだと言われました。それでもその子だって思ったんですね。ええ、事情は分かりませんが、顔は多分整形手術を受けたんでしょう。でも声を変えることは手術でも難しいと聞きます。その声は間違いなく私の知るネレ島で暮らしているはずの子でした。もっと話をしようと思ったのですが、その子は逃げるように走り去っていってしまって、それっきりです。それってつまりネレ島に行った子たちが素性を隠して町に戻ってるってことですか。ウォンが言ってたことと話がつながるね。ああ、ブライスは自分の狂信者を作り上げて頑丈やバラクーダにスパイとして潜り込ませてるって話だった。デイナさん、その子ってのはどういう格好をしてましたか。警察官の制服でした。なんだと。ブライスが手先を送り込んでるのはギャングだけじゃない、警官、それに多分司法に行政、もちろん経済、表の権力にも忍び込ませてんだ。それも何十年も時間をかけて、何人もな。あいつをホノルルシティの絶対的な支配者にしてる影のネットワークだ。やっぱり聖地ネレ島の正体はブライスの忠実な駒を育成するための訓練場だったんだな。そんな、あくまでブライスが教団を私物化してからの話だとは思います。私たちはここの子供たちはこれからどうしたらいいんでしょう。それはあなた方は状況に合点がいったようですが、私は逆です。何が何だかわからない。私は話を聞いてもなおパレカナの教えを否定する気になれません。ネレ島に行くことができると言われたら私は行きます。行きたいのです。子供たちにもそのように教えてきた。私の信仰心はまだ揺らいでいません。そろそろ子供たちに食事を用意しないと。この場所でしか生きられない者もいます。ここは社会的弱者の最後の砦なんです。願わくばさっきの話は子供たちの前ではしないでいただけますか。待ってください。それじゃあまた話が来たら子供を島へ送るんですか。選ばれた教徒や子供が島へ渡るのは多くても月に2回です。新月か満月の夜に。ですから
しばらくその機会はないでしょう。次の機会が来る前にきっと俺らが茜さんたちを見つけます。この施設をどうするべきか、子供を島へ送っていいのか、彼女らに話を聞いてみませんか。どんどん使命が重たくなっていくな。さすが堂島の竜に任された仕事だ。ああ、でもやり遂げりゃいろんな人たちを助けられる。悪い話じゃねえさ。